どうも、ボビーアトレザーのボビーです。ねえー、始まりました、ねえー。今日で200回、200回です。えー、200回のね、にまあにまあ、200日ですね,、えー、ね。ライブ配信、ねえー、ボビーアトレザーのおーこの アトリエからですね、フェイスブックライブね配信を200日、えー、ね続けさせていただきました。ありがとうございます。ねご覧いただいた方に、えー、心からああ感謝です。ね、えー、まあこの200回を過ぎてですね、えー、まあまあ200日まあ連続ではないにしろね、まあほぼほぼ、えー、こういう感じで、えー、こういうカメラの 前にね向かって、えー、台本もなくなんとなくの流れでねこういうふうに、えー、お話をねさせて,い,て、ね、ついただいてですねなんかね少しでもなんかお役に立つようなあこともできたかどうかはあ,あれなんですけどねまあ、えー、なんとかね、えー、こういうふうな感じで、えー、お伝えすることができてね、えー まあ、よかったかなと思いますし、えーまあ、これをねこういう経験をですね、えー、してですね、えー、思ったことですね、まあ、これ今ちょっとこう考えているところなんですけども、えー、こういう配信ってあるじゃないですかでまああのー、例えばこれね、あのねフェイスブックライブ配信というのとまあ,あ今やったらこのねえー iPhone でですねインスタライブとかあ、ね、やってる方もおいてるみたいでね、えー、やったことないんですけどもねまああのー、まああの何て言うんですか、えー、このパソコンからねなんかできる方法もあるっぽいんで、えー、インスタライブもねちょっと気になってるんで、えー、やってみたいなと思いますし、うん、これを機にね200回をこう迎えたということで。 うんあのー、まあゆっくりねこういろいろ試してみたいないう気持ちになってきてあとは、まあ、YouTube ライブですよねいつも YouTube ではあのアーカイブを、ね、この Facebook ライブのアーカイブを、えー、YouTube の方に後でアップロードしてるんですけどもその逆パターンというか、あのー、YouTube ライブを、ねえー、っとこの Facebook でご覧いただくっていうか。 同時中継がねあの僕の機材では多分できないと思うんでまあどちらかになると思うんですよ。あのそれかまあこのインスタグラムのボビアトレーザーのページから配信するというかねなんか今そういう感じで、えー、なんかね、えー、ご意見とかあこうあのいろいろ、えー、お聞かせいただければなと思うんですけどもね、えー、またあのアーカイブで。 えー、結構なんでね、えー、またあのコメントとかあ入れていただければなと思います。で、ねえー、まあ例えば、えー、ま,まだ全然白紙の状態ですよ。えー、っと、うん、週に例えば月曜日にの夜とかに、えーえーふえー、YouTube ライブとかねた、うん、とかね、えー、まあ インスタは皆何時頃ぐらいやったらみんな見れるかねあの大体ねスマホでこう見るわけでしょあのまあ僕はあのスマホで配信するかどうかはあれなんですけど、うん、なんかまあいろいろ試してみたいなと思いますねやっぱこういう,うねあのし,しゃべるのはそのにと得意な方ではないんですけどもねか、まあ見てわかる通り。り、ね、だけどもあの なんかこういう風な感じでね、えー、お届けするっていうか、あのー、情報っていうかねあの番組というかね、うん、そういう感じで、まあ、自分のこのボビー・アトレザーのね、えー、そういう思いとかあ作品のこととかねそういう風なのをね、まあ、ブログではつづってますけどブログとはあまた違う印象でね多分 お届けできるかなと思いますしやっぱり耳に届くのと目でね入ってくる情報と何ですか文章でねあの入ってくる情報というのはまた同じことをね話しても違うと思うんでねその感じ方とか、うん、そういう思ってね、えー、まあ僕はあのいろいろやってるんですけどね <laughs> まああのメインはどうしてもあれですよ 作品作りですけどそのど,どうしてもその合間になりますけどもね、うん、そういう感じで、えー、今後ど,、えー、どういうふうにすればあいいかなというのはあのー、僕の中では今あふっとね考えているところで、うんあのーまあ、YouTube もねずっとやってみたいなとは思ってます。うん、やっぱりをを通じて、ねあのー、作品を 知っていただける方も非常に多いですし、うん、で今やったらクラブハウスもあるじゃないですかあのスマホでね音声,だ、まあ、音声だけなんで、あのー、僕みたいな,そのなんかあの作品を見てもらったりとか,あなんかその実際にこう、ね、手に触れられないという状況なんでなんかこう実際にこう映像を通して、えー、知ってもらうというかそのレザーの作品とかレザーについてでもそうですけど。うん、でまあ あのクラブハウスでもね、えー、一応、まあ、ボビーア・アトレザーという名前でですけどじゃなくて、えー、ロックとファッションというルームはね、えー、作ってはいるんですけどねまだ全然稼働していません <laughs>、うん、まだね、うん、そういう時間も持,ち持ってませんしねもしねあの、えー クラブハウスは登録している方でね使っている方がいましたらね「ロックとファッション」で検索していただいて、えーね、フォローしていただければあ嬉しいですし、ね、なんかそういうふうな,なんか集まればあ、ね、僕のこういう話であんですけどね<笑><笑>なんかこうまあこれクラブハウスはねあの会話ができるんで電話みたいにねだからあーそこでねいろんな話をートークをですね えーまあ、アーカイブに残ったりはしませんけどもなんか雑談雑談まあ雑談になるんかなあれだけどね、えー、のなんかその時っていうのはあやっぱああいった気持ちにもなると思いますしね僕とね、うん、でそんな感じで、えー、気軽にそれこそ本物の気軽にねお話もできると思いますんでね、うんまあ、あのカチャカチャって映んじゃなしにう、まあこ,のね、こういうものでも会話っていうのができますけどね。 まあ、あそんな感じでですね、えー、いろいろこれからもね、えー、まあこういう,う今200回を超えてね、まあ、このねフェイスブックライブもね、えー、どういうふうに展開になるかまた次のフェーズになっていくかなと思っております。ね。えー、そでですね今日はあ火曜日ということですね作品の話とていうね に参りましょうか <laughs>、ねえー、作品の話ということですね。今日はね、あのー、これです。ね、レーザー・ローズという作品ですね。えーまあ、これはですね、過去にの,、まあこの写真ですけども。えー まあ、あのハンドステッチでねずっと作ったりしてるブランドではあるんですけどもおちょっとね、えー、いろいろこうレザーを通じてね、えー、の実験っていうか <laughs> いろいろやってるうちにね、えーまあ、今この、えー、ここにもね火つ、えー、けてますけどね、えー、こういうね、えー、レザーの、まあ、ちょっとしたアクセサリーですね。な、うんあのー、なかなかこの 単純には見えるんですけど、なかなかね、これ <laughs> ちょっとしたコツがいるんですね。うん。まああのよくいろいろ革の、ねつね、革をつね革レザーでですね、こうあのー、こういう感じのお花みたいなんとか、あいろいろこういうねアクセサリー作ってる方もすごく多いんですけどね。えー、こういうふんわりこう丸ま、うん、丸まった感じにね表現できるのはなかなかあただは。 いいろろな方法があると思うんですけどね、まあ、僕は僕で、えー、ち,ょっとあの <laughs> ちょっと開発して、まあできるまあ、自分の持てるもんでね全部ハンドメイドで,ですけどもあそれでね、えー、作った作品ですけどもともと誕生のきっかけはですね、えー、自分の、ね、家族のがちょっとこういうふうな,、えー、なんか作れないかなというんでね なんか使い僕なりにできへんかなということで、えー、いろいろ作ってみたのがきっかけですねなんかこういう感じでねいろいろ使ってもらってますけどね、えー、まあそういう感じで、あのー、誕生してですね、えー、もうかれこれたくさん作らせてもらいましたね、うんあのー、当時今のボビアトレザーのーーウェブサイトになる前の ブログとかねその辺を通じてなんですけども SNS とかまあアメブロ当時はやってたかなだからまあいろいろやってた中でですねえまあ歯科医業をされてる方とかね あの人前でねこう喋りするね話される方とかいあろあんな業種の方とかね職業の方とかなんかちょっとパーティーにねえーちょっと既製品っていうかにはないものでねできませんかということでねえこれいいやんってことでねえこういう色合いの音でできますかとかねこういうねあのヒョのこの毛皮でも, <laughs> 皮でも <laughs> 作ったこといねオーダーいただいて。 え作ったこともありますけどね、うんあのまあ、いろいろいろんなものでね試してみ、えーえー、ましたね、あのー。なかなかねこれは僕もお普段でも使ったりしてるもんなんですけどねたくさんあってで、ね、あのお客様からもねあのおあのプレゼントにね、えーあの おあの作,りたい作ってもらいたいんですけどということで、えー、これはね、えー、もう思い出深い作品ですね。あのー、例えば「ご結婚」とか,あなんか要は「晴れの舞台」ですよね。うん、に、あのー、他ではないもので、えー自分あのーね、着飾りたいっていうかあの、まあ、まあワンポイントですよねアクセントっていうか。 気に入っていただいて、いろんなあ作品作りましたね。それかそれもあのやっぱりこうでこれに向き不向きもあったりするんですよ。その素材もね。うん、まあディアスキンとかそういう柔らかいソフトな、うん、レザーにはこれが作れますね。あのこうこのレザーローズはね。例えば今もうこうまあこれもアトリエに、えー、まあ実際販売もあのしてますしね。 うんねあのー、これもそうです。えー、っと、これね、オレンジの、ね、レザーローズですね。ジ、えー、物これですかな。ピントが合わんかな。こんな,ここんな感じで。でね、えー これもオレンジ当時ねオレンジ色のディアスキンを別注でねオーダーしたんですね。うん、でまあその中で作ってなそのレザーのですね最後の一つをねこのバラにしたんですね。もうこれもこれはどっちかというとあの少し サイズダウンしてる感じなんですけどもそれの元デコラティブっていうかゴージャス版ですねこれが誕生したのもですねえーえー、っとですねこれですねこれはあのー「ヒーローズっていう名前でね、えー、限定当時22個やったかなあのー、イエローモンキーのね今イエローモンキーの大活躍されてるあのー ベーーシストののヒーセさんのね、えー、そのアルバム「優勢・ヒーセっていうアルバムをです、ねえー、発表された時に、えー、コ,ラボコラボアイテムというかあのヒーセさんから連絡いただいてあの今度アルバムをねその名義のその名義ではファーストアルバムになるんやけどということで、えー、リリースすること。すること ボビー君の,あのレーザーのこれ作っててということで,で、あのー、オリジナルで作ろう,作ろうよということでねそれであのは、あのー、当時ひいせさんの専用というか <laughs>、ねえー、それで、えー、制作させていただいたものなんですけどもね作品です。 であのー、であの今たまにね、あのー、こう写真とか見せて、ねあのー、アップされてる写真とか見てるとおー、ね、ヒースさんの胸元にはあこの「ヒーローズがねきらっとついてるわけですね、うん、なんか嬉しいですねやっぱこうロック日本のもう日本を代表するう、ね、ロックバンドのイエローモンキーのねヒースさんが。 やっぱりこう使ってくれてたりやっぱりそういうふうなおかげでねあのいろんな方に僕のことを知っていただいたりとかね本当にね何て言うんですか思い出に残る作品でありましたしねあ,のまあ,ある種の一つのきっかけにもなった僕にとってね大事な作品であります。ね あのこれをね送ってもらってねあのあのこれをねウェブショップでね <laughs> 使おうということでね藤井さん送ってくれたかっこいい写真ですねやっぱりえロックスターは絵になりますよねうんいやほんにねえあのロックスターっていうのは人がですねやっ,ぱや,っぱやっぱりスターなんですよねかっこいいですねうん。 えー、まあそういうね、あのー、思い出もありますし、えーねあのー、この、ね、レーザーローズはあー、まああのー、ひょこっとねひょこっとお問い合わせがあってね、えー、実はこういうふうなことがあって使ってみたいんですとかプレゼントしたいんですってことでですね、えー、作らせてもらったりしてますね。うん、なんかこうお 僕もなんかこれを見るたびにね何、えー、かいろいろまたいろんな展開できへんかなとかねいろいろアイデアがね、えー、こう湧いてくるんですねやっぱりそういうインスピレーションっていうかそういうのが、まあ、僕はレザーを通じてですけどもね、えー、なんかこう考えたりするんですけどね、うん、なんかそんな感じ <laughs> こんな感じですかね <laughs> あまあ,あのこれからまあ、まあ、明日も明日はあ,あれですよ、えー、レーザーハットのね制、えー、作が完成するまでのねプロセスをね10回にわたってで明日は9回目ですよ、ねえー、だいぶ形に、ね、ハットの形になってきた、ね、大詰めのところなんでね、えー、明日は明日で、えー、はあの。 この時間にねえあの配信させてもらいますけどねそんな感じでえまあああそうですね区切りのいいところまではねえフェイスブックライブも続けたいなと思いますしえまあそれと並行してになるかどうかはあれなんですけどもだんだんもう多分いろんなところにスライドしていくかもしれませんしね。 うんまあ、このフェイスブックライブでえのこの200回のね経験というのがあボビー・アドレザーにとってはね僕自身にとってもなんですけどもえなんかいろんなことの次へのねえなんかこうこれからのものになっていくような,なんかこう展望というかそういうのになっていくようなそんな気がしますはい。<laughs> ねあのー まあ今日もお付き合いいただきありがとうございます。それではまたお会いしましょう。ボビーでした。じゃあね。バーイ。